お前を撮りたいんだよ。そんなことない。みんな撮るよ。家で言われる？誰かに。あ、結構言われますね。誰に？いやもういろんな方に、あの田村さんにも言われました。誰に言ってどれ？え、山田孝之っす。やっぱり。何したんですか？は、ローキとゲームしてました。はい。何のゲームなんだ？スイッチでスマブラしてました。この黒いのあるの？はい、ポイントください。はい、どうぞ。パッと。はい。で、その指の後ろ側に自分の目入れてると、結構正確に指さしてるのが分かる。土踏まずっていうのは、この土踏まずでポイントを取ると体がこうやって連動するようになってる。こう揺れる感じ分かる？佐々木君分かる？体が揺れる感じね。せよ。新人ボブリストや楽しくやらせてもらってます。疲れた、はい、そういうものは大丈夫だいぶ疲れてます。マリンで最後の実況ですけどどうですか。いや食事のためだけに頑張ってます。勝つ好きですか。勝つ好きです。あ、魚。はい。なんで勝つの魚。ちょっとあの内臓脂肪がちょっと高めなんで。どうでした。
ワニーの実際、今日で最終日ですけど、はい、振り返ってもらっていいですか。いい緊張感でできました。ありがとうございました。同期はどう？はい、同期の仲間たちはどう？そうですね、いい人たちばっかりです。はい、ゾゾマリーの今日で終わりですけど、そうですね、すごいいい環境でやらせてもらえたことが嬉しいと感じています。誰と仲いいの？そうですね、いや、ね、結構ピッチャーで動くことあるんで、横山とローキと結構喋ること多いです。リップしてます。いつもですよ。リップいつ、いつも。おしゃれ番長だな。いやいや、ただの普通のリップ。ちょっと子供っす。子供なんで結構でかいけどな。まだ18歳ですよ、言って。ぼちぼち頑張ります。170出してください。そうですね、頑張ってください。おー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 し、おーし、よ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 ーし、お疲れ。お疲れでした。どうだったの？これでマリンのシーズンで終わり。早かった。辛かったんですけど、楽しかったです。少しずつなんか、プロっていう感じで。そうですね。まあ、走ってばっかなんで、あんま感じないですけど。どう、同期のメンバーは先輩ですよ。いや、みんな優しいです。じゃあ、またお待ちください。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。